今回皆さんにご紹介するのは、終戦直後に飛んだ白の機体に緑色の十字を描いた一式烈光のお話です。日本の幸福文書使節団を乗せ伊豆島へと向かったこのフライトは、陸上攻撃機として海軍機の柱を担っていた一式烈光にとっての最後の任務となりました。1945年8月、ポツダム宣言を受け入れた日本は、連合軍に対して無条件降伏を行い、長きにわたった戦争が終結しました。降伏によって抵抗をやめたのは将兵だけではありませんでした。日本本土をはじめ、終戦時も残存していた日本陸海軍の機体はたくさんありましたが、これらの兵器たちも標準の意思を示すため抵抗できないようにする必要がありました。日本軍機たちは、そのほとんどがプロペラを取り外され、タイヤの空気を抜かれて空を飛ぶことのできない状態にされ、連合軍によって管理されることになりました。かつてはアジアと太平洋の空を飛び回った日本軍機たちも、いずれやってくる廃棄処分の時を待つ身となったのです。緑十字の一式烈光が飛んだのはそんな時でした。日本は降伏占領のための書類への署名、細かな打ち合わせなどを行うため連合軍の代表と交渉する必要があったのですが、連合軍最高責任者であるアメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー元帥はこの時フィリピンの首都マニラにおり、こうした手続きを行うためには現地まで足を運ぶ必要がありました。そこで日本側の全権施設をフィリピンまで輸送する必要が生じたのです。しかしアメリカは、日本国内にはまだ降伏を良しとしない勢力がいるため安全が確保できないとして、アメリカ軍機の使用に難色を示します。そのため使用不能になっていた日本軍機の中から適当な機体を選んで使うことになりました。フィリピンへの中継地として選ばれたのは沖縄県の伊江島。そこまで飛ぶことのできる航続力を持つ機体として、神奈川県横須賀基地にあった一式烈光と零式輸送機が候補に上がりました。この中から実際に使われたのは、航続力が一番長かった海軍の2機の一式烈光でした。1機は一式烈光11型、もう1機は輸送機に改造されたタイプである一式大型陸上輸送機でした。これら2機は通常の機体と区別するために白く塗られ、国籍を表す日の丸に代わる臨時の記号として緑の十字をつけることとなりました。絶対に日の丸と間違われることのないものという理由で、色も形も全く違うこの記号が選ばれました。緑十字が描かれたのは両翼の上と胴体、垂直尾翼の全8箇所。胴体に描かれた十字の下には、急いで作業をしたために完全に消しきれていない日の丸の輪郭がうっすらと浮き出ていました。2機は千葉県木更津の飛行場へと移動後、1945年8月19日午後7時18分、主席の河辺虎四郎陸軍中将をはじめとする全権使節団17名が2機に分乗して伊江島に向けて飛び立ちました。2機は降伏反対派の妨害などを避けるため、日本本土からなるべく離れたコースを選び、まず太平洋上を南に向かい、そこから沖縄を目指して西に進路を取りました。しかし、危惧された妨害や機体トラブルといった問題も起こることなく、2機は順調に飛行し、予定通りに九州の屋久島上空へと到着。ここで不測の事態に備えて派遣されたアメリカ軍機の編隊と合流。 B-25 と B-17 が先導し、上空には B-38 戦闘機体の護衛がつきました。午後0時40分、2機は伊江島に到着。まず一式烈光、ついで一式大型陸上輸送機が着陸態勢に入ります。着陸直前、1番機の一式烈光が電気系統のトラブルに見舞われ、着陸後に動けなくなって米軍のジープに牽引してもらうという事件もありましたが、なんとか無事施設団を送り届けることに成功しました。伊江島の飛行場には
日本軍機を一目見ようと多数のアメリカ兵たちが押しかけ、人だかりができていました。日本側は伊江島を中継としてフィリピンまで日本機で飛行するものだと思っていたのですが、この先は日本軍機の安全が保証できないと言われてしまいます。そこで2機を伊江島に残し、日本使節団は米軍の C-52 輸送機に乗り換えることとなりました。それまでの予定が狂った日本側でしたが、この先はさらに当初の目論みが崩れ去る事態になります。日本は8月15日にポツダム宣言を受諾し、降伏には了承していたものの、無条件降伏すると言っていませんでした。そのため日本側はフィリピンでアメリカ側との降伏条件についての細かな交渉を行い、少しでも有利な条件で降伏できるものと考えていました。そのため使節団のマニラ滞在は1週間が予定されていました。しかしこの時すでにアメリカは日本に対して譲歩する気などさらさらなく、日本に無条件降伏を飲ませることは最初から決定事項となっていました。そのため日本側がマッカーサーに提示した降伏条件は全て冷淡にあしらわれ、代表団は有無を言わせず無条件降伏に調印するしかありませんでした。結局使節団はただ書類にサインをするためだけにフィリピンに呼びつけられたのであり、この時の日本はこのような存在の扱いでも受け入れるしかない立場にあったのです。交渉は1週間どころか1時間で終わり、使節団は1日でマニラを後にします。無条件降伏文書への調印は使節団に敗戦とはどのようなものかを思い知らせる結果になりました。落ち込んだまま伊江島に戻ってきた使節団はこの島に留まることも許可されず、すぐに本土へと戻るよう命令を受けます。8月20日午後6時50分2機の一式烈行は再び本土を目指し飛び立ちましたが、この時2番機だけはブレーキの故障で牽引車とぶつかるというトラブルを起こし、出発は翌日に持ち越されることになります。1機で本土を目指す1番機には屋久島まで米軍の夜間戦闘機 V-61 が監視のためにつけられていました。屋久島で米軍機と別れ単独になった1番機はその後もしばらく順調な飛行を続けていましたが、紀伊半島の潮の岬沖に差し掛かった時異常に気づきます。伊江島で満タンにしたはずの燃料が残り1時間分ほどしかなくなっていたのです。これはアメリカ軍から燃料補給を受けた時にコミュニケーションの不備から規定量の給油がされていなかったためでした。燃料切れを起こした1番機は右の発動機がいきなり停止して片肺に、さらに左のエンジンもすぐにストップしてしまいます。高度3000メートルでエンジンが完全に止まってしまった1番機。この突然のトラブルにパイロットは冷静な対応を見せ、滑空飛行を続けると、午後11時55分ごろ、静岡県の天竜川河口沖に無事着水しました。引き潮で水深が浅かったため、搭乗員たちは先に海に飛び込むと、降伏文書などの重要書類を濡らすことのないよう、使節団の人たちを背負い、海岸へと到達しました。近くの民家に助けを求め、軍の迎えを呼ぶことができた一行は、翌日に浜松飛行場に到着、ここで陸軍の総発爆撃機飛龍に搭乗することができ、無事に東京の調布飛行場へと戻ってくることができました。こうして、使節団は日本政府へと降伏文書を持ち帰ることに成功し、開戦時から海軍航空隊の中核を支えた一式烈行。最後の任務は無事に完遂されました。そして、1945年9月2日、東京湾に浮かぶ戦艦ミズーリの艦上で、降伏文書への正式な調印が行われ、戦争は正式に終結しました。ポツダム宣言受諾後も、日本国内には降伏に納得していない勢力もあり、厚木基地のように抵抗勢力による反乱が起きているところもありました。
アメリカ軍はまだ原爆を持っており、少しでも日本がおかしな行動をとれば再び戦闘に突入する恐れもありました。樺太や千島列島では8月15日以降もソ連軍との戦闘が行われています。日本の戦争は8月15日で終わったように思われていますが、実際は決してそうではありませんでした。2機の一式烈行による最後の任務は目立たないものでしたが、これが成し遂げられたからこそ日本は無事連合軍に降伏することができ、戦争を終わらせることができたのです。日本降伏後、1945年9月から1ヶ月ほどの間、連合軍の管理のもと、国内や国外の日本軍占領地域に対して戦後処理の手続きを行うため、日本機による定期運航が行われました。それらの機体はこの時の一式烈行のように白地に緑十字を描き、連合軍からはグリーンクロスフライトと呼ばれました。2機の一式烈行による伊江島への飛行は日本軍機による最後の任務であると同時に、グリーンクロスフライトの第1号にもなったのです。いかがだったでしょうか？よろしければ動画へ評価やコメントをいただければありがたいです。では次回の動画でお会いしましょう。